皆さんこんにちは。なぜ執拗に人外からしか住所を選ばないのか理解できないメイドのリコです。実は俺最強でした。8話、前回はリザがかなり優秀だとしてシャルの専属メイドになり、だけども優秀なので学校にも連れて行くことになりました。何を言っているのかわかりませんが、そうなりました。今回で8話ですが、ようやく学校に通うことになりますね。早期退学を目指すようですが、本当にうまくいくのかどうか、親のメンツって考えないのかしらね。このバカ息子は王族の隠し子なのに学校へ行かせる親も親だし、関係ないかもしれませんね。これよりネタバレと多分な批判を含みます。嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。あなたの体調の方が大切ですから。いいですか、始めますよ。それでは、実俺8話のあらすじはこちらです。ようやく学校へと旅立つ日になった。従者のリザには魔法が全然使えない設定のはずなのに、高度な魔法で角や尻尾を隠して準備万端。隠しているだけなのにリザはなぜかそわそわしちゃっている。ところ変わって王宮では主人公が学校へと向かったという手紙が師弟に届いていた。弟はあれから随分と丸くなり、剣や魔法を練習しても全く主人公に追いつけていないと感じ、近くにいれば何かわかるかもしれないと思って推薦状を嘆願したようだ。姉は本当にどうしてそうなったのかは不明だが、なぜか主人公に惚れたらしく推薦状を父に嘆願したらしい。学校ではなぜかルシファイラ教なる信仰宗教がはびこっているらしい。しかも学校のみならず国中に広がってしまっているようだ。しかもその信者の中には王政打倒を掲げる者もいて、貴族までもが入信して資金提供をしているという、全くと言っていいほどの求心力のなさを国が露呈してしまっていた。この現状を政治ではなく武力で解決できないかと考え、主人公や黒の戦士の名前を挙げる指定。そこへ王妃がエントリー。息子は黒の戦士の情報を主人公から聞き出すように厳命されてしまう。とんでもないことに巻き込んでしまったかもしれないと心の中で主人公に謝罪するのであった。そんな主人公は事前に王都付近までのゲートを開設していたので、ロブハウスでのんびりしていたのだ。そろそろ王都に着く頃合いになったので移動をすると、おそらくお腹を空かせたイーベルバイソンに襲われている馬車を発見。助けなかったらシャルに何を言われるかわからないからというくずい理由で助けに行くぞ。なんやかんやでバイソンを楽々倒し、銀髪巨乳美少女とお近づきになるのだった。という感じです。イーベルバイソンは後で草や果物を食べさせて森へお帰りいただきました。いや、野生動物ではなく魔物を野放しにしていいんですか？しかもやっぱりバイソンだから草食じゃん。リザは何変なこと言ったの？うん、まあなかなか謎が多いですね。唐突に宗教観でもないですね。ただの宗教名が出てきましたね。国教ミーザ教の一派を偽装した信仰宗教らしいですけれど、それって信仰宗教って言うんでしょうかね。イスラム教だとスンニ派とかシーア派っていうのがあるように、宗派の違いなだけな気がするんですけど、さらに悪魔を崇拝しているらしいから、それだとそもそも偽装すらしてなくない？ということで、かっこよく偽装しているんだーって言っても中身全然違ったら偽装も何もないじゃんって思いました。ミーザ教は一神教じゃないの？どういう宗教なの？今まで全然宗教的な事柄出てこなかったよね。その信仰宗教が国中に広がっていたら辺境領でも何かありましたよね。なんで何も描写がなかったわけ？唐突に設定を生やすんじゃないと。あとその信仰宗教を武力で潰そうと考える師弟も何なんですか？主人公の知略を頼っての発言じゃないよね。あの二人の言葉って完全に武力に頼る発言だったよね。まず王政打倒なんて掲げる宗教ができてしまった原因は何なの？王族がまともに国政をやってこなかったせいでしょ？それを棚に上げといて、反抗する者は制圧する？確かに共産党みたいな思想の国民は危険だけども、恐ろしやな国も国でしょ。どちらも武力で解決しようとする脳筋国家なんなの。もう終わりだよこの国。さて主人公はいよいよ学校へ行くことになりましたね。辺境伯家のご子息が王都に行くんだよね。二人っきりなわけないでしょ。
ビザだ、業者から宿の手配まで全部やるわけ？そんなバカな。ボートに着いたら乗ってきた馬車はどうするのよ。業者がいなかったら戻ってこれないじゃん。使い捨てなんですか？ログハウスに泊めてあるけどどう返す予定なの？そのまま放置なわけないよね。それに何度もオートに行く関係上、辺境白家がひいきにしている宿屋だって道中の町にはあるんじゃない？オートまでの道のりに一つも町がないなんてことはないだろうし。オートには何絡みでついているわけよ。誰が見ているかわからないんだから荷物くらい持って体裁くらい整えなさいよ。そういうことを全く考えてないし、それで大丈夫としている物語自体も全部ダメ。本気で実力を隠して引きこもり生活をしたいって思っているんだったらちょっとは頭使ったらどうなんですか？知能が中3で止まっており、凶暴性とプライドだけはぐんぐん成長しちゃいましたね。あと登場人物たちの知能を主人公以下にしないで、その人に合った知能知識正確にしましょうよ。設定も曖昧で、リザの角や尻尾が魔法で隠されたのですが、なんでそわそわしているの？っていう。結界って感触ないじゃん？感触のない結界がくっついていて、ただ不可視化されているだけじゃないですか。物自体はそこにあると言っているのにそわそわする意味がわかりません。教えてよ作者さん。学校に着いたら、受付をして内容不明の膨大な書類をこなして入学となりましたね。それで疲労困憊してしまい、ログハウスへ戻ってきました。まず軽いこととして、なぜフレイに料理を頼んだ？ねえなんで？そこはリザでしょ。フレイは料理ができないなんてずっと前から分かっていたはずなのに。少しは下僕として使って機嫌を取ろうと思ったのかしら？そんな心理描写はないので、本当になんでフレイに頼んだの？って感じでしたし。それで本題ですが、なんで本体が学校に行っているんでしょうか？コピーが行くんだよね。わざわざ入学だけ本人が行く必要なんてなくないですか？だったらオートからずっと行った方が情報共有の必要もなくていいじゃないですか。どうせ面倒くさがりな主人公のことだからろくにコピーと情報共有なんてしないだろうし。いや、面倒くさがりだからこそコピーと記憶の並列化処理を入れている可能性もないっか。もうね、あの銀髪巨乳美少女と出会って、誰だっけ？っていう失礼な展開をすることが予想できるのよ。たとえ適当な物語であっても、さすがに何の説明もなくコピーがあの子の存在を知っているなんてことはしないでしょう。ないって断言できないところが、この作品への信頼度がない証拠なんですよね。主人公の意図は全くわかりませんけれど、作者としての意図はわかりますよ。銀髪巨乳美少女と出会わせておいて何かさせたいんでしょう。でもそれって結局は学校での出来事で、コピーが全部やるんだからあなたは関係ないでしょって思うのよね。次回以降、本体と絡ませる必要が出てくる内容であるといいですね。最後ですが、フレイの料理を回避し、オートで食事をしてシャルとデートをすることになりました。うん、ガチでキモかった。夢見る男子のクマさん先輩並みじゃん。あなたって何歳でしたっけ？ 20 歳プラス15歳でしたっけ？そのおっさんがデートにドキドキ？デート自体にドキドキするのは別にいいんですよ。童貞なわけだし。しかし浴場する相手が悪い。12年も一緒の家で過ごしてきた妹相手っていうのが最高にキモい。妹だしロリだし、あなたの精神構造どうなってるの？って疑うレベルです。ああそうだね。デートだね。楽しもうね。って受け流せるほど兄として大人として精神が成長できていないのは、さすが引きニートになるだけの素質がある男だなって感心しました。見た目で騙されそうですが、いい年したおっさんがロリ妹と本気でデートしている図なんてキモい以外ないよ。今回は弟がかなりの真人間に成長していたってことが唯一良かったところですね。あのまま良き王になってくれればいいですが、果たしてどうなるか。今回の動画はいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままに話していきます。私に話してほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバーシップもありますので、良ければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回、感想を言いたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。